中山記念は日本中央競馬会が中山競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。聖勝は千葉県知事賞。1936年に創設された4歳以上の馬による重賞競争。春季に行われる国内外の大レースを目指す実績馬や力をつけてきた登り馬がぶつかり合う伝統のレースとして定着している。 本競争は1930年創設の内国三馬競争4000メートルと1933年創設の中山五歳馬特別競争を前身としている。1936年に中山競馬場芝3200メートルのハンデキャップ競争として中山競馬場の芝3200メートルで創設された。当初は春と秋に、 年2回施行していたが、1952年より秋のみとなった。その後、距離や開催時期は度重なる変更を経て、施行距離は1957年から1800メートルで定着。施行時期は1972年より2月下旬から3月上旬となり、合わせて負担重量も別定に変更され、現在に至る。2017年からは、 本競争の一着場に同年から GI に昇格した大阪杯への優先出走権が付与され、合わせて地方競馬所属馬の出走も可能になった。外国産馬は1984年から外国馬は2004年からそれぞれ出走可能になった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格。 サラ系4歳以上負担重量、別で大阪杯のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、大阪杯の出走候補馬に優先出走が認められている。また、地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めた馬に、大阪杯の優先出走権が与えられる。2021年の1着賞金は6700万円で、以下2着2700万円。 三着千七百万円、四着一千万円、五着六百七十万円。優勝馬のバレーは、二千年以前も、現行表記に揃えている。競争名は、第二十五回まで、中山記念、第二十六回以降は、中山記念。競争条件は、第十七回が四歳、第二十五回から第三十一回と、第三十三回、第三十四回が三歳以上。 前日の通り、1937年から1951年までは年2回施行され、春の競争も行われていた。現行の中山記念は春季競馬で施行しているが、継承しているのは中山記念である。優勝馬のバレーは現行表記に揃えている。競争条件は第16回が4歳。各回競争結果の出展。ありがとうございます。